今日はそれです。今の段階はまだ同じ日に撮影してますからね。はい、ありがとうございます。ダメ？OK。 ということで、井原さん、はい、本日もですね、大阪にまつわるクイズをまたまたどんだけ疑われてんのかな、関西の。疑ってはないですよ、もちろん疑ってはないんですが、答え合わせ、答え合わせをしたいなと思ってまして、はい、ホテルズ .com ってご存知ですか？はい、はい、予約できるサイトみたいな。はい、ホテルズ .com がですね、大阪の人気観光スポットトップ10というランキングを出しされてるんですよ。ほうほうほう、スポットね。トップ5を井原さんにちょっと当てていただきたいなというふうに思ってるんですよ。美しい、ユニバじゃないですか？とかとかね、大阪城じゃないですか？とかとかいろいろありますよね。はい、観光スポットやから海外の人からとかもありそうですもんね。だとしたら大阪城とか良さそう。京都とか大阪の人気観光スポットトップ10。はい、副題に地元の人おすすめの大阪で必ず訪れたい見どころガイドって書いてます。あ、じゃあ関西の方が選ぶみたいなことか。そうですね、大阪の人が選ばれたのかもしれないですね。はい、わかりました、ありがとうございます。え、すごい、この背景も大阪だ。あ、そうです、背景も大阪ですね。あ、本当だ、すごい。こちらに、まあ、まずは何のヒントもなしに皆さんに考えていただくのはどうかと。はい、わかりました。はい、でもし難しかったら、この5個ですっていうのを私お教えしますので、うんうん、並べ替えるだけで良いと。ひとまず行ってみるか。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。大阪人気観光スポット、まあユニバじゃないですか、1位は大阪城か、海遊館とか、万博公園、ひなかたパーク、ヤパ兄さんの、え？ひなパー知名度がないかもしれないですね。そう、V6 の岡田さんとか、小杉さん、名前の小杉さんとかが、名前の小杉さんがヒラパー兄さん第1号みたいな感じかな。そうですね。で、第2号みたいな岡田さんが、マジ？でも知名度的に言ったら大阪城かな。これいきます。はい、じゃあ第1位、ユニバ、第2位、大阪城、第3位、道頓堀、第4位、海遊館、第5位、ひらかたパークでしょうね。はい、難しい難しいですよね、うん、じゃあ、言いますね。並べ替えればいいと。はい、大阪天満宮、天満宮、海遊館で、USJ、ユニバ、はい、大阪市中央公会堂、あー中央公会堂ね、で大阪城天守閣、大阪城ね、意外とユニバ2位とか、大阪城1位ってことはない、観光スポットだもんね。ユニバ、海遊館、天満宮、いや、ユニバ、天満宮、海遊館、中央公会堂かな。ユニバ間違えるかな、2位見てみるか。はい、じゃん、1位、大阪城、2位、ユニバ、3位、天満宮、4位、海遊館、5位、中央公会堂。まあ、悔しいともならんかも1位が大阪城天守閣、おお、2位が大阪市中央公会堂、って失礼なんかなへえ。3位が大阪天満宮、あー、じゃあやっぱこの観光スポットですね、完全に。で、ユニバ海遊館と続いてます。あー、冒頭おっしゃってた万博公園が、記念公園が6位、通天閣7位で、8位に四天王寺、四天王寺、へえ。9位、アベノハルカス、10位が梅田スカイジル空中庭園展望台、はい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 、これだもんね、というふうに続いておりました。へえ、
じゃあ私のですか。はい。はい。はい。私の大阪人気観光スポットベスト5は1位大阪城です。あの大阪城公園が好きで、割と大阪公園の時とか散歩したりしてたんですけど、美味しいパン屋さんがあったりとか、いろいろ日によってはライブしてたりとか、あの結構人がいっぱいいるんで、大阪城公園が大好きだし、まあ、大阪城も夜ねお散歩するんですけど、中には入れないんですけど、周りぐるっと行けるから、夜のお散歩もめっちゃ綺麗で楽しいので、大阪城はおすすめです。やはり今度ね、大阪城公園の近くにある TT WW ホールっていうところで、ダブリンの大阪公園、あ、もう終わってるかな、もしかしたらこれ出す頃には。すごい楽しい、さんまさんが名付けたTT ホールと WW ホールっていうのが森の宮とかできましたね。この間森の宮にはシルクドソレイユも来てまして、見に行きました。そして2つ目、海遊館ユニバ。これはもうちょっと王道ですけど、海遊館すごいんですよ。やっぱり海遊館ならではのなんか展示の仕方とか面白いなとかがいっぱいあって、水族館好きなので癒されるなって思うし、まあユニバ言わずもがな、みんな大好きユニバって感じ。次第3位、万博公園。私万博公園好きなんですよね。多分公園好きなんかな。カメラ好きの先輩と一緒に写真撮りに万博公園行ったりして、結構ね、時期によってはいろんな綺麗なお花咲いてたりとか、割とぐるーって回っても満足感ある大きさやなんで。あと太陽の塔ね。あ、そうか、太陽の塔が、そうです、太陽の塔のトートバッグとか買いました。岡本太郎ショップみたいなのがあって、岡本太郎さんのグッズとかが売ってる場所が、今も多分まだあるはずあったので、それが結構私は好きでしたね。可愛くて。第4位、中崎町。中崎町ってカフェがいっぱいある街なんですけど、友達とゆっくりね、こういう王道なとこ行き終わった後に、ちょっとなんか大阪にしかないカフェとか、こういう前さんも結構あるんですけど、そういうのにこうゆったり行きたいな、カフェ巡りしたいなっていう人はなんか中崎町はいい。あれ、古着屋とかも多いとこでした。古着屋もあんのかな、中崎町。なんかおしゃれなとこ。おしゃれ、すごくおしゃれですよね。人もね、そんな、まあ、人気なカフェは結構並んだりするけど、意外とちょくちょく混んでるわけではない気がするので。そして第5位、深海地。この間、用意どんで初めて行きまして、あの気楽館っていう落語とかできる会場があったりとか、深海地劇場だったかな、あの大衆演劇見れる劇場があったりとか、あとは地下にいっぱいバーみたいながあって、もうほんとすごい数あるよね。50軒60軒ぐらいあるのかな、地下の何階にもなってて、そこでなんかお気に入りのスナックとか見つけるのいいなとか思ったり。神戸、兵庫に近い。あ、そうです、兵庫だわ。関西じゃないわ、やめて。やめピ。新しく第5位に君臨したのは関西サイクルスポーツセンターです。はい、面白い自転車に乗れます。すっごい前輪でかい自転車とか運動できる場所ですね。小学生の時遠足とかでよく行ってたのかな。どのようになっても楽しめるなって思う場所です。だからこの、まあ、いわゆる王道のとこ行き終わった後にはそういうとこ、うんうん、ちょっと行ってもいいかなとは思いますね。こんな感じです。まあ夏ね、どっか行こうか迷ってる人とかは、大阪も意外と観光っぽいとこいっぱいあるし、大阪住んでるから逆に行かへんみたいなとこあるから。はい、こんな感じでした。さようなら。こっちの動画もおすすめです。よかったら見てね。